にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ、動画のね、いつもね、参考にしている動画ではなくて、おすすめに出てきた動画で、まあね、金運がね、すごく上がった即効性のある、そんなね、やり方なんていう、そんな動画が、まあ、おすすめに出てきまして、ちょっとね、それを見まして、ちょっとね、自分が、そのね話ではなくて、自分がねすごくね金運をね下げたなって、まあそんなね、まあ、過去がある、まあそれだから、まあ、金運ってね全然上がってなかった、まあ自分のね家族を含めてっていう、そんなね話がね急にね思い出したので、ちょっとその話をしようかななんて思います。まずね、そのねおすすめに出てきた動画の、まあ、金運を上げる、まあ、即効性のあるね方法っていうものなんですけど、まあその方ね、年末にまあ大掃除とか、まあ片付けとかね、まあするんですけど、ちょっとね、年末より早い時期にね、なんかね、気が向いたんで、ちょっとね、掃除をしようかななんて、そんなことを思ったそうです。そして、まあいつも、まあ大掃除ってほどでもないんですけど、いつもよりね、入念に水回りを掃除して、まあトイレとか洗面所とか、あとお風呂とか、台所ですかね、水回りを掃除をして、それで玄関をきれいにして、それでね、玄関のね、靴をね、まあ結構、まあ片付けて、それで、まあ汚れているのはね、洗ったりしたそうです。そして、まあそれだけではなくて、その後ね、多分ね、お出かけしたと思うんですけど、その時に、まあ下着をね、まあ年末、まあ新しい年をね、迎えるにあたって、まあ下着とかそういったのをね、肌着とかね、そういったのを新調するって人も多いかと思うんですけど、まあその方はね、その日に、まあ、掃除した後、買い物に行って、それでね、下着をね、新調したそうです。それで、新調するって言ってもね、まあ自分たち、僕なんかね、よくね、島村さんとかそういったところでね、買うんですけど、その方はね、こう、いつもね、新調するときっていうのは、ちゃんとしたね、下着ショップっていうんですかね。まあ女性の方なんですけど、しっかりね、採寸をしてもらって、自分にね、ぴったしのね、そんなものをね、新調するっていうことで、まあそれをね、やってきたそうです。そうしたら、そのね、まあ帰りっていうかね、まあその途中からどんどんね、金運がすごくね、上がったっていう、そんなね、話だったんですけど、どんなことがあったかっていうと、まあ半年以上ね、まあ、放置していたメルカリのね、出品していたものがね、急に売れたりとか、あとね、自分の欲しかったバッグがね、まあ、本当にね、安いから買うんじゃなくて、本当に欲しかったものがね、60% オフになってたとか、そんなね、こととか、あとね、ポイントが溜まってたの、もので、キャッシュバックがあったりとか、そんなことがね、立て続けに起きたっていうことを話しておりました。それでね、最後にね、挙句の果てに、帰りにね、車に乗ろうとしたら、なんか足にねコツンって当たって、何かなって思ったら財布がね落ちていて、それでその財布別にね拾って猫ばばするから、ね、お金入ってて金運が上がったとかそういうんじゃなくて、それをねしっかり届けて、まあ中にねキャッシュカードとかねクレジットカードとか、まあ現金もねかなり入っていて、それでまあ届けて、それがね無事に落とし主のね元に届いて、本当に良かったなみたいな、そんなね話をした、そのねお財布を拾ったっていう、そんな話でね、自分がね過去にね拾ったはいいけど、まあそれでねちゃんとね猫ばばをせずに届けたのは良かったです。その後ねすごいね金運を下げることをしてしまったっていう、そんなね話なんですけど、まあ金運をね上げる、そのねまあ水回りの掃除と、まあ下駄箱の掃除、あ玄関の掃除、下駄箱の中の整理とね、あと靴を洗ったっていう、あと下着の新調っていうのがね、まあその方がね金運がねすごくね上がったっていうね、まあそのうちのどれがっていうのはね分かんないらしいんですけど、まあ金が上がったっていう、そんな話でね、最後に財布がを拾ったっていうことなんですけど、まあ自分はね昔ね、まあまあ昔じゃなくても最近って言っても、まあ5、6年前に集配中に、まあ配達の途中でね財布を拾って、それで中見たらまあ現金ねとあと免許証が入ってて、その免許証がね配達先のすぐそばのねお宅のね方だったので、まあ直接ね配達行くついでに届けたっていう、そんなこともねあって、それでなまだねまあ18か、まあ20歳前後ぐらいのね
だったんですけど、中身ちゃんとあるって聞いて、あ、ありますありがとうございますで、あ、よかったねなんつって、そんなねこともあったりとか、あとね、あの一番ね、あ、それは別にね自分金運下げたっていうわけではないんですけど、そのね、まあ、昔自分がね高校生ぐらいだったと思うんですけど、あの犬をね飼ってて、犬を散歩してたら、車のね上の屋根のところにね黒いねバッグを置いたまま走り出した車がいまして、それでね、まあ交差点でこう曲がった時にそれがねストーンってね道路に落ちて、僕はね慌ててねそれを拾ったんですけど、まあその車そうやって走り去ってしまって、それでまあそのバッグを開けましたら財布が入ってて、まあ封筒とかねいろいろ、まあ本当にねその方にとってはねもう本当に 大事なものがねたくさん入ってて、免許とかもね、あのやっぱりカード類とかも財布の中に入ってたり、それでその封筒を開けたら、なんとね現金がね60万ぐらい入ってました。それでね、まあこれはね大変なものを拾ってしまったっていうことで、まあまだね確か高校生ぐらいだったんで、親に言ってね、親と一緒に交番にね、まあそれをね届けに行きました。それでまあいろいろね聴取みたいな、聴取って言うとなんかね悪いことしちゃうあれみたいですけど、聴取っていうかなんかね手続きをして、で最後ね、まあ今どうなのか分かんない、ちょっとね調べてないんで分かんないんですけど、まあ確かねなんかそのね何かこう2割受け取るみたいな、そんなねところにまあ出店すると、もちろんねそれをねこう受け取るみたいな、そういうお礼を受け取るかなんか、そんなことがねあって、それをね、あ、落ち倒れちゃった、それをねまあ、レテンをして、まあ、手続き終わって帰ってきました。そしたらねやっぱりねすぐね、まあ、そういったものなんですぐね連絡が来て、それでねその方、まあ、必ずねお礼をして、そのね2割の自分たちがこうレテンしたかなんか書いたかよくは覚えてないですけど、それをね持っていきますんでみたいな、そんなことをね連絡が来まして、あ、よかったね、まあ、そのね方にと、手元にね戻ってよかったねみたいな、そんなことは言って、そこまではよかったんですけど、それからね2ヶ月3ヶ月経って、あ、そういえばあの時拾ったお金の人来ないねみたいな、そんなね話になりまして、まあ親もねだんだんねなんかねこう、まあこう なんとなくねこう怒りにね変わってくようなね、そんなことがねこう分かって、自分もねなんかねせっかく拾ってやったのにみたいな、そんなね気持ちになっていたっていうことがありまして、それでね親がね何したかっていうと、そのね届けた交番に連絡して、そのねお礼っていうか、それを持ってこないっていう、そんなことをね伝えて、電話番号を教えてください、住所教えてくださいみたいな、そんなことをね言ったんですけど、結局警察はねそういったのはね教えられないっていうことで、まあ、じゃあこっちからね言っときますんでみたいな、そんなことをね警察は言って、そしたらねその数日後でしょうかね、なんか菓子折りとね封筒に入った現金を持ってね、その方が来た時に、確かね親はねなんか嫌味の一つや二つねなんかね言ったような、そんなね記憶がすごくねあって、まあその時はね自分も、まあせっかくね拾ってやったのにな、こういうお礼もしに来ないみたいな、そんなね気持ちに、ね、なってたような、そんなね記憶がねあります。まあ今だったらちゃんとねこうそういったものは受け取らずに、まあ、権利っていうか、そういったのはね放棄するっていう風にねするとは思うんですけど、ただねその当時はねなんかね親も一緒に行って、まあもちろんこう2割もらうみたいな、そんなねところにね、まあ、印をつけて、それでねそれを持ってこないからって、そんななってね警察、まあ、交番にね連絡してまでそれをもらおうとしてたっていうのは、多分ねすごくね、まあ、神様に嫌われるようなねそんな行為なんじゃないかななんて、そんなことをね急に思い出しました。まあ当時ね、まあ父親は運送会社をね経営してたんですけど、まあそれがねちょっとうまくいかなくなって、まあ自分が持って所有してたトラックを売って、それで売った会社に雇われるっていう、そんなね形になって、まあ両親もね夜、まあ昼働いて夜もねバイトに行くみたいな、そんなね生活だった頃だったような気がして、まあかなりねお金に苦労
している頃だったのかななんて、そんなこともね思ったんですけど、ただね、まあそういうこうなんかね、あの拾って、まあお礼に来ないからっつって連絡まで、電話までして、それで持ってこいみたいな、そんなね感じになってるっていうのは、すごくね金運を下げたんじゃないかななんて、そんなことをね急にね思い出しまして、ちょっとねこの話をしました。まああのそういったね、自分はねこの間っていうか、そのねドライバーの時に、まあお金を、財布を拾った時に、まあ直接ねそういう風に届けたりとかまして、今はねまあこう何かね、こうそういったまあものがあったら、まあ、その方にねこう渡してなんかね拾ってやったからみたいな、そんなね気持ち全くねないと思うんですけど、まあ当時ね、あの子供の頃、高校生ぐらいの時にね、そんなねあの俺も来ないって言ってね、ちょっとねあのイライラしたりとか、そんなことはね、まあ、まあ結局はねお金、まあ、金運をねすごく話していた、まあ、家庭っていうかね、自分のね両親もそうなんですけど、そうだったんじゃないかななんて、そんなこともね感じました。はい、ではね今日はね、あのその、まあ、金運を上げる、そんなね話から、自分がね財布を拾った、まあバッグなんですけど拾ったことをね、すごくね思い出して、ちょっとねその話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。